こんにちは、森です。カメラマンの山ちゃんです。いつもニコニコありがとうございます。はい、こちらこそ。今日はあの森ちゃんとあの千葉県の成田東カントリークラブにお邪魔させていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、で、今日何をやっていこうかっていうと、はい、まあ、あのただのラウンド動画だと、まあ、ちょっとつまんないじゃないですか。はい、なんで森ちゃんのマネジメントしながら見ていくんだけど、途中で、まあ、ちょっとこういうシチュエーションどうやって打つのとかっていうのあると思うんですよ。はい、まあ、ちょっとなんかそういうのを、まあ、聞いて、まあ、少しなんかレッスン動画的にも見れるような内容で撮影できたらいいなと思いまして。はい、よろしくお願いします。そんな感じでやっていきます。で、まあ、多分タイトルにこれって出てると思うんで、まあ、何をやるかっていうのはタイトル見てもらえればわかるとは思うんですけど。わかりました。はい、2、3本の中のどっかに入ってるんで、まあ、あのマネジメントと、はい、あのまあ、森ちゃんのいいショットを見ながら楽しんでもらえればいいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。こんな感じでお願いします。行ってきます。では早速10番ホール384ヤードパー4です。これは左ドッグで左側がもう楽園になっちゃってるんで、正面にある小さい木の方向に打っていけたらいいなと思います。お願いします。ナイス。おはようございます。狙い通り。素晴らしい。さすがっす。じゃあセカンドへ行きましょう。こういうシチュエーションの時にって言うけど、あんないいとこ置かれちゃったら普通に打ってくださいしか言われないですよね。今日はフェアウェイ乗り入れ OK。 へえ、ラッキ ー、 いいっすね。楽楽。おー、大事、真夏はね大事ですよこういうの。高低差で156、ピンはドセンター。ね、もちゃんさ、はいはい、これさちょっと左足下がり、ちょっと、はい、ちょっとだけですね。まあでもそんなに気にするほどでもないです、うん、このレベルだったら別に何も気にしないで、あんまり、うん、意識しないで普通に打てばいいかぐらいな。はい、そうですね。うん、まあするとしたら、まあ左足下がりなんで、ロフトがインパクトの時に立ちやすいからボールが上がりにくいんですよ。その影響はあるので番手選びはちょっと気にするかなっていう感じです。うん、打ち方っていうよりもね、よりも、はい、番手の選び方、あんまり立ったクラブだから私だと多分5番とかで打ちたいけど、まあ、6番選択してるっていう感じかな。ですね。悩んだら一つ短い番手って。そうそう、悩んだらっていうか、その来的な問題なんですけど。前回の歌詞とはまたちょっと違うんですけど、ですね。いいっすね。うん、行くかな。おお、行け行け。本当だ。これやっぱ番手違ったら奥だもんね。奥行っちゃうかな。はい、ロフトが立つ分ちょっとランが出やすいかなと思って、まあ、短いクラブでっていう感じですね。で、無理に上げようとしないことですね、基本的に。左足下がりはもう低いもんだと思って打たないと。確かにちょっと低かったもんね。あ、そうです、そうです。 あれで OK みたいな感じ。あ、そうです。それ上げ落としちゃうとまたダフリの原因につながっちゃうんで、はいはいはい、あと、そうか、しかも逆に上がっちゃって飛ばなくなっちゃうもんね。あ、そうです、そうです、そうです。番手選びに注意。はい。意外にあれでしたね。なんかあんま気にしなくていいと、打ち方っていうよりもクラブの選択とか意識。あ、そうです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 。聞いといてよかった。番手選びは気をつけて、うん、何も気にしなくていいって言うと全部気にしなくなっちゃうからね。そうそう、あの、あ、お前だけだよっていう。いやいやいや、あんなことないですよ。そこだけ、まあ、多少の傾斜は番手選びを慎重にかな、打ち方よりも。乗ってなかった。当たりなかったよね。本当いちいちうるさい人ですよ。本当困っちゃうな。これはなんか参考までに、はい、番手と落としどころを知りたいですね。
これは上り傾斜のなんで、私は基本的に転がすアプローチ使いたいんで、47度のウェッジでどれぐらい転がるかがちょっとわかんないんですけど、まあ、グリーンヒットが 8.5 とか出てたんで結構重ためなんですよ、の傾斜なんで、そんなに転がんないかなと考えると半分ぐらいのところに落として、まあ、転がってくれたらいいなっていう感じです。割と私こういう状態でパターよりもウェッジの方がイメージ湧きやすいからウェッジ使うんですけど、パターの方がイメージ湧きやすい人はパターで大丈夫、うん、やっぱ止まったわ、割と止まりましたね、思ったよりも先行きましたけど。何番で打ったんでしたっけ？ A、 まあ47度ですね。 A で47度なの？あ、なんかもともと市販は49なんですけど、ピッチングウェッジが42とか3だから、そうピッチングウェッジが42、3で、その下が52度なんですよ。だ5度ぐらいの刻みでいきたいから49度の市販のものを47に立てたっていう感じです。なるほど、そうとかね、なんか50とかのイメージがある方で、そうなんですよ、立てました。だ基本的に私はアプローチ持っていくときは58と、まあ、A だけど47の2本、の間の52はあんまり使わないですね。もう徹底してるんですね、転がし、あんま下がない、転がしか、あ確かに確かに確かに、そうこういう重たいところだともしかしたら、私今47だけどこれピッチングでもいいかもしれないっていう感じです。そうなんですよね、4度の差ってやっぱちょっと、そうあんまり変わんないんですよね、うん、はっきり出づらいよね、なんかこう、はっきりちゃんと転がるかっていうのまた微妙なんで。ナスパーです、ありがとうございます。安心。あのぐらいの距離はあんまりカップ外さないようには意識してます。